あ、登山部？登山部、そう、登山部もう第2弾発売したんですよね。したの。え？したよね。したいよね。え、した、え？まだ見てない。してる。え、でも発売はしたよね。あの、初めて、え、これ言っていいのかな？まあ、いっか。あの、初めてボルダリングに挑戦して、ずっとやってみたかったんですけど、初めて。ようやくできて、ただやっぱりずっとスポーツして育ってきたので、こうなんかできないことが悔しすぎて、一人でムキになったら、やっぱりみんなとその豆の出来具合とか皮のむけ具合とか筋肉痛具合がちょっと一人だけ違って、結構引きずったんですけど、なんかやりすぎちゃって、逆にどんどんコツ掴んでるのに、もう手の疲労で掴めなくなっちゃって、豆だらけで。だから先生に、多分やりすぎなかったら普通に登れましたねって言われて、終わってちょっと悲しかったんですけど、登山で挽回したいなと思って。でもこれから夏過ぎて秋になったら紅葉始まるから良さそう、登山部。でも寒いのかな。寒いのはちょっと嫌なんですけど、でも行きたい。高尾山この前行ったから、高尾山良かったですよ。登りやすかった、すごく。もう人もたくさんいたけど、お団子とか美味しかったし、ソフトクリームも食べたんですけど、美味しかったし。そうなの。いいですよね、登山ね。またあるんですかね、3回目。また誰か脱落して新しいメンバー入ってるのか分かんないけど、ね、いつか富士山に行けたらいいですね。ゴルフやりたいの、ゴルフやりたいって言ってるんですけど、なんか全然いい返事が返ってこないですよね。フットサル部はちょっとメンバー的に諦めて、なんかもっとちゃんとできる人たちでやりたいなみたいな感じだけど、なんか関前が運動神経いいみたいなんで、ちょっと今度誘おうかなと思ってやってますけど。そうね、なんか部活いっぱいある。廃部続き、確かに 確かにすぐ廃部する。あ、テニスも楽しそう。あと何だろう、でもゴルフ部やりたい。ゴルフ部よくないですか。なんかすごい沖縄行ったのが楽しくて、で王子と奈緒なんてハワイでやってるからずるい。もう一回だから愛ちゃんと2人で、今度はハワイか、まあ王子と奈緒も連れて、ついに4人集合みたいな感じで、ハワイか、まあ、ハワイに行きたいだけなんですけど、ハワイか、でももっと他の国でもいいです。どっか海外でやりたい。お金、あ、沖縄はもう行ったから、でもお金ないって言われますよね、絶対にね。本当ね。でもやりたい。あと何だろう、部活なんかあったっけ。部活、もしかして私が一番部活入ってますか、いろんな。あ、そうでもない。意外とみんなあれなのかな、均等に入ってるかも。どうだろう、なんかドッジボールとかやってましたよね。ドッジボールとかやった気がする。いろんな企画やってる、体力測定とか。あ、ボーリングもやりたい。でもボーリング なんか前に1期生の時にイーソーしりとりで、なんだっけ、イーピンを3個集めたら、その子のやりたい企画をやってあげるみたいな感じで、私、イーソー女王なんで、最初に集めて、やってもらって、ボーリング企画やったんですけど、それはもう本当申し訳なくて、もうね、テレビでボーリングって難しいんだなと思って、だから、ボーリングはね、普通にプライベートで行った方がいいですね、メンバーみんな連れて。そう、さやねえとチーとスポッチャ行きたいってずっと話してて、でも3人の予定がなかなか合わなくて全然行けないんですけど。そうなの、なんかスポーツしたい。夏、もう夏でも終わっちゃう。もう全然麻雀部なんておりました？え、麻雀部はないよね。麻雀部はないと思うけど、でも麻雀ももう今私とルリカしかできる人いないから、
ちょっとね、あと2人集めないと、あのスタッフさんと、じゃあできるスタッフさん集めて4人でやりたい。全然まだ役とか覚えてます。1回中連ポートを出して、あ、ゲームなんですけど、そしたら大人たちが、おーすごいねってすごい言ってくれたの、嬉しかったの覚えてます。